お待たせしました。ハグミーの、シコシコテレビ始まります。なんかこういうの私と話すのが苦手なので、ちょっと無音だと寂しいので、ちょっとウィッシュの曲をかけようかなと思うんですけど、ダダンスをかけながら行こうと思います。なんかあんまりみんなとコミュニケーションを取れる機会があんまりないから、コメントと一緒に、コメントと会話みたいな感じで行こうかなって思うんですけど、なんか質問とかあるの？あったら書いて言ってください。なんかこれあれだね、痴漢の冤罪で捕まった人みたいな感じですね、このえ、胸のサイズは B カップです。D、なんか理由は、辞める理由とかはあんまりなんかね、発展の事情だから言おうか迷うんですけど、とりあえず妊娠ではないです。妊娠だったらライブとかね動けないしね。青缶はしたことないですね。街で見かけたら飲みに誘っていいですか？ダメです。踊ってくれるならちょっと考えちゃうかもしれない。カラオケボックスでは経験 ありますね、高校生の時ね。この1年はどんな質問1年でしたか？これはまあ終わった時に言おうと思うんですけど、とにかく幸せな1年としか言いようがないですね。今までやってきたすごいプレイは、衣装でかな。チッチチッチはね、少女ですよ。少女。チッチは少女。エアー少女。今年は多分少女なんじゃないかな。わかんないけど。まだハグさんとチッチキを取ったことないんですけど、まあ頑張ってください。それぞれメンバーの印象は、どうしよう、これ話すと私は多分泣いてしまうんだけど、泣くのは嫌だから、これも脱退の日に言いたいなと思います。まだ見ぬ新メンバーには何を望むかっていうと、とにかく面白い、いろんな意味で面白い子が入ってきてほしいなって思ってて、なんか別にみんなをまとめたりとか必要する必要はないから、なんか台風みたいな子が入ってきてほしいです。私は渡辺さんに誘われたことは今のところはないですね。終わってから終わるかもしれない。ちゃんと生活できる？困ったら清掃員たちに言ってよ。じゃあ口座番号、振り込んでいただく用の口座番号を作っておくので、そこに振り込んでいただければありがたいです。月にまあ10万、1人10万ぐらい振り込んでもらったらちょっと一生暮らしていけるかな。お願いします。とね、これどれぐらいの人が見てるのかな。キセミモリはもう死んだんでもうどうでもいいです。
パトロン。じゃあ逆にみんなに質問なんですけど、ちょっと承認欲求を満たしたいので、私の好きなところを教えてください。来る、あ、来ないんだけど、全然。声、胸、特にない。盲腸の後。メガジャババハット。あ、アイナより。嘘でしょ、これ。嘘。本物？顔。顔か。嘘でしょ。自撮りだってね、自撮りを盛れる顔に産んでしまったお母さんに文句を言ってほしい。あとね、自撮りを盛れるように作ってしまったあのアップルの人に言ってほしいですね。この1年で、自撮りは菅野美穂。わかる。わかる、それ。そういえば、そうそうそう、私ハロプロが好きなんですけど、昨日アンジュルムの田村めいみちゃんが卒業されて、今日モーニング娘。の鈴木かのんちゃんがモーニング娘。も卒業されたんですけど、なんかオタクだから卒業が寂しいとかすごい気持ちになっちゃうんですよね。なんかもう一生会えないんじゃないかみたいな不安とか、なんだろう、もう私はさやしちゃんが卒業した時が一番きつかったんですけど、さやしがいないモーニング娘。見るのがすごく怖いみたいな気持ちになっちゃったんだけど、多分なんか清掃員の人もそう思ってると、思ってる人も少なからまあちょっとはいてくれると思うけど、なんかビッシュはまあなんかすごい個性の塊の集まりだし、みんななんかねえ、ステージ上でもこういうニコ生みたいな放送でも魂のぶつかり合いみたいなことをしてるところがあるし、なんか私がビッシュいなくなっちゃうけど、なんかその先のビッシュを見るのが辛いとか怖いとかあんまり思わないで、なんか先のことに期待をしてほしいなってすごく思います。なんかね、すごい寂しいっていう気持ちは嬉しいし、私もとても活動が出てきそうな雰囲気ですね、これね。取り調べ室みたいなね。なんか、あ、BGM が止まっちゃった。じゃあモンスターズとかお願いします。あ、来た来た来た。これが私の歌割りがないでもライブですごいよくやるモンスターズです。あ、エナジーエンドの声がいいですね。なんかビッシュがカラオケに入って歌いに行ったんですよ、全部。サラバカナブとかプリミティブとか全部一人で歌って全部録音したんですけど、全部消したけど恥ずかしいから。でもモンスターズを歌った時、私が歌った時のあの深夜アニメ感みたいな。聞かせてあげたい、本当に。なんかね、歌う人が関わるとここまで違うんだなと思って、やっぱりなんかモンスターズはアイナ・ジ・エンドありきですね、やっぱり。それうろう聞きたい。ダメだね。